金柑23個のヘタを取り、半分に切ってから種を取り除きます。沸騰したお湯から1分間茹で、湯切り、柚子の果汁を絞り取り、残った果肉を取り除きます。白い部分は置いておきましょう。金柑 404g、 柚子 84g、 使用する砂糖の量は 195g です。細切り柚子の皮を10分間水にさらし、水切りしてから湯がきます。水の状態から一煮立ちで終わり、湯切りしておきましょう。金柑と柚子の皮と砂糖の3分の1の量、軽く混ぜたら柚子の絞り汁を加え、みかん果汁と水 200ml を加えて軽く混ぜます。中火で加熱、沸騰したら弱火にします。弱火で煮始めてから10分が経過。蜂蜜大さじ2杯と砂糖残りの3分の1量を加え、しばらく煮込んだら砂糖を全部加え、鍋底がはっきり見えるようになれば OK。 レモン汁大さじ1杯を加え、ひと混ぜすればママレードの完成。調理おっちゃん、カメラ慣れた鉄平、ありがとうございました。